代表6名は前にご整列ください。狭山市本田には日本野球連盟清野聡会長から賞状が授与されます。賞状、優勝、狭山市代表、本田殿、引きチームは第91回都市対抗野球大会において優勝の栄冠に輝きました。これは数多くの試練を乗り越え困難を克服してきた成果が現れたものといえます。そして選手一人一人の一球にかける情熱と執念は伝統ある本大会に新たな1ページを切り開きました。引きチームが今後とも地域と一体となって社会人野球の発展に寄与することを強く期待するとともにその栄誉を称えます。令和2年12月3日日本野球連盟会長清野聡、毎日新聞社社長丸山正洋、
性アクションとしてポカリスエット、ポカリスエットゼリー、コンディショニング栄養食、ボディメンテゼリー、それぞれ15ケースが贈られます。賞状、準優勝、東京都代表 NTT 東日本殿、第91回都市対抗野球大会において C チームは決勝戦で惜しくも敗れ準優勝となりました。しかし最後まで白球を追い続けた選手の飽くなき姿は多くのファンに感動を与えました。チームが今後とも地域と一体となって社会人野球の発展に寄与することを強く期待するとともに、その栄誉を称えます。令和2年12月3日日本野球連盟会長清野選手、毎日新聞社長丸山さん。以上で準優勝チーム
ームの表彰を終わります。次に各賞の表彰を行います。はじめに最も活躍した選手に贈られる橋野賞の表彰を行います。橋野賞は狭山市本名の井上翔吾選手です。井上選手には毎日新聞社丸山社長からブロンズトロフィーが贈られます。吉田選手には日本野球連盟
ます。
この11月に予定されている都市対抗野球大会は、なんとか開催したいと考えておりました。そのため、早い段階から本大会の前提となる地方予選のスケジュールの変更や球場の確保など、各地区の連盟で多くの調整をしていただきました。そしてコロナウイルスの収束の兆しは見えませんでしたが、あのスポーツ競技の動向を見ながら、7月に大会の実施に向けて準備を進めるということを決定いたしました。こうして都市対抗野球大会を無事に開催できたということに、これまで支えてくださった多くのファンの皆様、全てのチームの選手、スタッフの皆様、そして各地区の予選から本大会に向けてご尽力いただいた全国の関係者の方々に、改めてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。今回の都市対抗野球大会は、チームや大会関係者、観客の皆様の健康と安全を守ることを最優先に準備を進めてまいりました。そのため、都市対抗野球を特徴づける各チームの応援合戦やブラスバンドの演奏も自粛していただきました。本日閉会いたしますが、多くの制限の中で全ての皆様に様々な面でご不便をおかけしましたことをお詫び申し上げます。ただ、観客の皆様の温かい大きな拍手は、選手たちのプレーを後押ししてくれました。改めてお礼を申し上げます。今大会では、球場に来ることができない社会人野球ファン、チーム応援団のために、毎日新聞社によるリモート応援などの新しい企画を実現することができました。社会人野球ファンのさらなる拡大に向けて、私たちは今後も新しいさまざまな企画を実現させていきたいと考えております。日常生活ではまだまだ不安定な不安な状況が続きますが、来年度は全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、そして都市対抗野球大会、その他ジャバ公式大会を開催し、企業、地域の皆様と一体となって社会人野球のさらなる発展を目指してまいりたいと考えております。最後になりますが、社会人野球を応援してくださっている多くのファンの皆様、大会運営にご尽力いただきました全ての関係者の皆様に、改めて深く心より感謝し、お礼を申し上げます。本当にありがとうございました。
タンフの皆様、ご協力ありがとうございました。以上をもちまして、第91回都市対抗野球大会